姿勢の力で上手くなるクロスステップの完全上位モデル、クロスステッププロ大好評発売中。さあ初めて来た。韓国6日目になります。昨日はほんとね、夜中のね3時ぐらいまでね、韓国のねコーチたちとあの試合とかしたんですけども、今日、10時ぐらい起きましたね。11時の電車に乗って釜山入り、釜山入り4時間、そうなんですよ。長旅ですね、ここから浜川さんのタコで、ね、そうここそうですね、分かるめっちゃ自分たちの力で頑張ろう。でっか車両、でっかよし、釜山に到着しました。ここから地下鉄です。世界選手権を見に行けるのはいいですね。明日、はい、ちょうど準々決勝のメダル決定戦、激アツだと思われる。地下鉄の1号線なんだけど全然わかんないね、これね。日本語書いてある、日本語書いてある。書いて、そういうことありました。あった、あっ、駅着きました。お疲れ様です。お疲れ様です。釜山に着きました。お疲れ様です。電車乗ってたら5時間半ですよ。5時間か、うん、なかなかのスケジュール感、はい、で今日なんと日本と韓国の対決最後の試合になります、はい、下川さんと小島さんと私グッチーで3人でお願いします。勝利して帰りたいですよね。お母さんに日本語できるよ。そうね、確かにね、夢中になってやるしかないです、はい、よろしくお願いします。お腹の調子も徐々に上向きになってそこに基準そうですね、はい、釜山の卓球場に来ました。めっちゃ可愛いです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ありますどうもすこりあにゃはせよー、あにゃはせよー。キムキム卓球場さん、キムキム卓球場さんです。すごーい、すごい。結構アンドロ多いんだな。アンドロのフェンス、これも昨日も見ましたね。アンドロや。そうですね、オッケーです。終わります。終わります。よし、待って、とりあえず。頑張ってください。ファイトです。おっす。自分が突きそこになるからちょっとやりすぎるとダメかな。
次ストップばっかりになりすぎて、その精度がそんなに高いわけじゃないから、ちょっと行ってみようかな、気持ちいい。あれこれすっ。ナイスなの、すごいです、それでした。夢中になりました夢中じゃないと、あのリードじゃないんだから。すごかったよ、最後。ちょっとずらし、ちょっと振ってみます。おやー、帰ってください。よし、よし、ありがとう。そう、おお信じられない。ファイトです。Thank you.
様です。あ、お疲れ様です。ナイスです。よっかいした、よっかいした。よっお疲れ様、お疲れ、お疲れ、惜しかったです、惜しかった、惜しかった、お疲れ様、あとちょっとでした。お疲れ様です、お疲れ様です。すごいです、小島さんすごい。はい、お疲れ様でした。試合でした。どうでしたか最後の試合は。そうですね、まあこう浜川さんがいないっていう中で、相手が誰でやるとやりきらないといけないっていう状態で、もうプレーぐちゃぐちゃになりながら、もう最後僕の気合の鬼カウンタースマッシュが入るっていう、あの大事なね、大会の時にあれが出てるイメージです。カウンタードライブじゃなくてカウンタースマッシュ、あれが出たっていうことは、もうまあそういった中で最後とりあえず内容はどうあれ勝ちっていうものが団体戦の中で取れたんで、それはすごい良かったかなっていうのと、まあアルドロバさん、アルドロさん、小島くん、いろんな協力の中でこういったことができたので、あとってもいい旅になったかなと思うんで、明日は世界卓球にみんなで観戦行って、私そこでまあ最大のやらかし、クレジットカードを忘れてるんですけど、グッチー金融のお金を借りて楽しみたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です、小島くん。お疲れ様でした。どうでしたか最後の対決を終えて。なんとか勝てて良かったです。いろいろたくさん声かけてもらって、たくさん試合できちゃって、うん、すごい楽しかったです、うん、なかなかそういう機会もないと思うんですけど、すごい貴重な経験できて、ワールドカップさんにはすごいお世話になったと思います。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます。ニーシャリン選手がどっかにいないかチェックしてます。いるんじゃない
ゃないですかね。あ、どっかに来たらいい、ね、うん、そうですね、会いたいですね。はい、そうですね。お疲れ様です。お疲れ様です。グッチさん自身は旅の最終日、長旅の中だったり、いろいろカメラとか旅の日程とか全部把握する中での試合でしたけど、どうでしたか？総括から言いますと、はい、企画がまあ、うまくいってよかったなっていう、予定した通りの形でこう団体の対決とかが実現できたっていうのは、もう私の目標も最大のそれだったんで、それが成功できたのは本当に良かったです。もうそのことでもうずっと心配で、もうやっぱ結構プレッシャーかかってたんですよね。もうこんなに日本からたくさんの人呼んで、で韓国の人もね、あの集めてもらってるのに現地行けなかったりとかしたらどうしようとか、まあ旅のスケジュールが、はいはい、まあ、問題なくというか、そうですね、押すことはあったけれども、はい、全部実行できた。そうですね。であとはその試合についていきましょうか。もう試合結果もう団体戦全敗なんですけど、私、あ、そうか、別のなんか個人の試合とかはまあ勝ったりなんだり勝ってはいるんですけど、まあ、正直なところやっぱもう勝ち星は全然なかったんですけど、まあ、撮影もカメラマンも結構今回監督兼カメラマン、そうですね、監督兼カメラマン兼選手選手みたいなで進行をうまく回るようにみたいな感じだったんで、じゃあ次はコンディションに気をつけて、そうですね、勝つとか負けるっていうのは結果論なんで、はい、いいプレーが全員できるように、そうですね、今回はグッチさんありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。クッパです。今日プーさんでみんなで試合した後にクッパを食べに来てます。みんな強かったよ、みんな強かったよ、ありがとう。そんなにしょっぱいんですね。チャレンジャーに写真一緒に写真どうですか？あ、いいっすね、写真撮りましょう。はい、昨日俺グッチさんと一緒に寝たからね。そう、一緒にこんな感じ、この右側みたいすごいよ、小島君と誰かがピタピタ寝たからね。よし、じゃあじゃんけんしましょう。小島君最初はグッチャッキー、あー、やった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 、くわー、無力な勝利。まだそう思ったんだよな。いつもそう思う。うん、じゃあ今日は小島君。だいぶ無力な勝利でした。やっぱ夢中になってますね。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。